また戻ってきました、ハセシンです。ということでね、今回はね、再び、カムバック、コールオブデューティー IW ということで、使っていこうと思っている武器はですね、なんとこちら、サブのランチャー、ベノム X。これね、皆さんこんなランチャー追加されてたんですよ、実は IW に。でね、今回これを使ってやっていこうと思うんですけどもね、見た目がマジでゾンビモードに出てくるかのようなね、見た目をしているわけなんですけどもね、まあ、普通にね、カスタムクラスのところでセットできるので、今回使っていこうと思うんだが、まあ、説明見てもらいたいですね。二つのモードがまあ、この武器にあるということで、L1 射撃と R1 射撃によって、まあ、効果が違うということで、まず R1 ですね。R1 は、まあ、遠距離型の射撃方法ということで、まず弾がね、これセムテックスみたいな感じで、ね、粘着弾なんですよ。だから敵の体にひっつけたら確定でワンキルかな、ワンショットワンキルできると思うんですけども、まあ、あまり飛ばないんで、普通にね、10メートル飛ぶか飛ばないかぐらいなんで、それがね、L1、あ、じゃあ R1 射撃で遠距離型で10メートルぐらいで、L1 射撃はですね、本当に目の前にフラグをコロコロと転がすような形で、ちょっと転がるんですよね。転がして爆発するみたいな感じが、L1 射撃ということで、近距離はね、だから L1 で、ちょっとした中距離は R1 でね、戦っていくというのがベストなんじゃないかなということで、今回ね、このベルメックスというランチャーをメインに使ってね、チームデスマッチで、まあ15キルぐらいはしたいなと思ってるんですけどもね、結構本当に難しいので扱い方がね、まあ、頑張ってやっていかないと10キル以上はできないかなと思いますので、頑張ってやっていこうと思います。ということで、つべこべ言わずチームデスマッチレッツラゴー。いや、まさかまさかのね、ちょっと1試合前にメイデーのね、チームリスマッチバーン入っちゃったんで、ちょっと練習がてらにね、ベノム X を使ってやってたらね、超スーパープレイ飛び出しまくりで、もう実況撮っときゃよかったよ、しくじりましたね。ということで、まあね、映像撮れてあるんで、なんとかね、大丈夫かなと思うんですけどもね、ちょっと気を取り直して、ちょっとね、カスタムクラスを、新しくデクスタリティを入れてやってみたいと思うんで、よろしくお願いします。でね、さっき見てもらったわか、見てもらったと思うんですけども、映像を。近距離型のフラグの連射の方が強いな。これ遠距離型やったら一発しか撃てずにすぐねリロードみたいなの入っちゃうんですけど、近距離型の方がなんか連射できるんですよね。バン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 って連射できるんで、ちょっと連射しながらやっていけたらなと思います。1枚抜いていく。使い方分かってきたぞ。これシャックリは未だ止まちょ待てー、シャックリまた止まらへんけどな。さあ行きましょうか。ちょっと連射ぶちかましていきたいなと思ってるんですけど、ナイス処理でかい。ワンチャン自立ての最初の方面から来るんじゃねえかなと思いますけども、こっちの方怪しいぞ。これ怪しいぞ。こっちの方はおるな。2発撃ったけどなんとか倒したね。オッケーオッケーオッケー、いいね。さあちょっとしゃっくりが止まらないから、途中で声があった途切れるけど申し訳ない。さーてと、おそらくね、右から敵上がってくると思われるので、右のここの通路ということはベノム X のホームといっても過言ではない。トラッカーついてるんで、こっちに敵が逃げてるっすね。ポンポーンということで、お、今のアシストか。まあまあよかろう。よし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 、後ろが背後取られてるっぽい感じの匂いがしますけども、大丈夫か味方。後ろ守った。オッケー、待って、すぐ近くおる。待って、ベノム X、 これ来い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 、行け。やったー、やっていく。ひしゃっくり。いや、ちょっと弾がなくなっちまったんで、ちょいと、じゃあ一回自滅できるっけ。セルフキルで一回やられに行きますか。そうっすね、ちょっと点差にも余裕があるんで、一回ちょっと自滅しましょう。落ちに行きましょうか。ちょっともったいない気もするけど、まあまあ よかろう。一旦セルフキルだ。これでベルム X の弾を回収していく。オッケー、再び来たぞ俺が。さあここでどう行くかやな。一人味方が右行ってくれてるんで、ワンチャン右ルートって。これベルム X 普通に舐めてたけど、これ強いわ。待ってくれ、それはきつい。当たってくれるか。引かれてか。今のは連射型で行った方がよかったな。今遠距離型の方、いや頂点ミスった。いや今のもミスったな。遠距離型の方あかんな。近距離型でボンボンぶち込んだ方がええな。これは多分確実にキルできると思うわ。
遠距離はほんまに確実に一発敵にひっつけさせないと多分倒しにくいと思うから、これはもう遠距離型やめておきましょうか。近距離型こうだ。よっしゃー、やっぱ近距離の連射の方がええわ。これは L1 射撃ですね。 L1 射撃の方がおすすめできそうだな。これはちょっとでも遠距離でも一発ぐらい決めていきたいなと思いがあるから、くっつけ、惜しい、ギリギリか。さあこれで倒せるか。倒していく、いいですね。さあリロードをギューッと絞っていくんですよね。さあ10点の点差のリードがあるから、邪魔もあるからね。邪魔一発向こうに投げていく。ヒットするか。ヒットしない。なんかセンターやばそうだね。大丈夫かい。奥打っちゃったけど、一回リロードをギュー絞っていく。さあここの下来そうなんですけども、一発いってみますか。やっぱいますよね。で倒せないの今の。おぶねー。ちょ DJ みたいになってる。あぶねーみたいになってるけど、一旦ちょっと自分で弾回復しに行きましょうか。さあシナプスでよかったかも。シナプスもありやったかもしれんな。シナプスってなんか弾回復できたっけ。最高、行きましょうか。こっちの方から行っといたら、味方の後ろから行こうか。味方の援護をしながら上がっていきたいベノメックスでーす。いただきます。いや行けたか今の。倒したか。近距離オッケー、オッケー、カットしていく。普通に強えぞ。さっきのトリプルキルくらいみたいにいけるかなって感じですけど、ここです。いやー、引かれたか。リワインドで戻られてしまいましたね。もったいない。まああれはしょうがないね。裏から来たか。うわー、近距離ゼロキル。うわ、自爆していく。楽しい。ベノム X 普通にありだな。使い方慣れてきた。 L1 射撃だけでいけるな。これ遠距離型の射撃はあんまいらないな。なるほどなるほど。ちょっと遠距離型でも倒していきたいという思いはあるから撃ってみたものの、厳しいから一旦ここでフェーズシフト使って角待ちしていく。こっちに流れたんで近距離。よっしゃ、2枚抜き、でっか。いや、しかもフェーズシフトキルだ。じゃあペイロードキルか今の。やったぜ、気持ちよすぎ。これは倒せるよね。いいぞ、ベノメックス普通に使い慣れてきてるぞこれ。マジでワンチャンあるね。すぐ手前にいると思うけど大丈夫でしょうか。さあなんとかいけてるね。ナイキルナイキル、いけるかなあれ。おお、倒していく。味方が激浪にしててくれた傘じゃないね、激浪にしとってくれたからこそやな。あな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 あ、倒せるか。うん、ちょっとあれは外に流れてしまったか、もったいないな。ジャマーグレネードもあるけど、まあ、一回ジャマー投げとこか。ジャマー投げといて足止めからのみたいなムーブメントが一番理想的かなと思いますけども、奥にジャマー、そして詰めていく。ヒットはないね。でもまだ奥にいそうやな。味方が一人奥詰めてくれてるんで、うん、なんかあれオリオのアクティブカムか。味方がアクティブカムに背後取られてしまってたっぽいが大丈夫でしょうか。遠距離型いけ。あっ、クソ、弾がなくなってしまうという事件。ドームシールド張ってるから、なるほど、ワンチャンこっちから来るんじゃないかという予想。今スカラボったな、怖っ。大丈夫ですかこっちの方。遠距離オリオね、くっつけ。惜しいか。お、倒した、やった。え、遠距離、ちょ、マジでシャッキーやべえな。遠距離初キルじゃないですか。ところどころ、え、遠距離みたいな感じで同じ言葉を2回連続で言ってしまうかもしれませんが、 DJ ということで、う、あぶねえ。今フェーズシフトを使いそうになったとっさに。残り2発しかないんで、これはもう遠距離打っていきましょうか。ワンチャンの賭けで狙っていこうか。こっちから回っていこうやないかい。左に折るかもしれんけど、 あえてここは突っ込んでいく。くらえ。やった、当たるか。うわえー、まさかの通院はベロン X、 捨てたもんじゃねえな。普通にいけるぞ。やべえ、これ普通に強くねえか。このマップとの相性もありか。通路が多いからな、なかなかやりやすいぞ。あー、トラッカーでこっちに流れたのが見えてるぞ、足跡が。あ、味方がやってくれましたかね。これはどっちにいるかだが、後ろか前ですね。これは食らってる食らってる。あとちょっとで倒せるはずやと思うぞあれは。お、なんかこれスモークか。待って待って待って、めっちゃいるめっちゃいる、助けてほしい。やってくれたか、ありがとう。さーんと、ちょっと奥にケアパケがあるから行こうやないかーい。詰めてくるでこれ多分。おるで、あれおらん、この辺この辺おると思うんやけど。トラッカーの足跡が、あー、いましたね、いましたね。倒せるのかどうか。ナイス処理、いいぜ。ちょっと一旦ここはもう賭けに行きましょうか。賭けで行きましょうか。レッツゴー。で、ここで体力回復してからやられますよ。体力の弾がもうないので、体力回復した後にセルフキルね、敵のキルにはさせないと。残り8キルですね。よし、で、キル2ぐらいあんねんけど、やばいって、ほんま。
セルフキル挟んでなかったキルに2あるで、これワンチャンくっつけ、あ惜しい、ワンチャンロング、ロング当たるか、当たってくれ頼む、当たらないかさすがに、いや今の厳しいな。さあ来るだろ、来いかかってこい、来るだろ、今いたぞ奥に、味方やられた、ベノマイクス行け、え、ベノマイクス入ってないって、早く早くリロード、早くリロード、早く行け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 、おっしゃ1キル抜いていく、いいっすね、ラスト1キル頼むぜ味方、ワンチャン俺が行ってやってもいいかなと思うけども、敵がうまいこと来てくれるかなって感じですよね。いる、すぐそこにベノマイクス入って、中中中中中中にいるよ、中にいる中にいる中にいる、ベノマイクス入ったか、いや上で待たれてる、いやーこれはなかなかありなんじゃないですか、いやー普通に楽しかった、ベノメックスありがとうございました、楽しみました、ということでねお辞儀していきましょう、ありがとうございました。ということでね今回のこのベノメックスプレイナイスプレイと思ったらぜひ皆さん高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。結構ね高評価の数はね動画投稿のモチベーションの向上にねつながりますので、普段押してない方でもね押していただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。ということで次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。